皆さんこんにちは。今回もスプリングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手からランダムに選抜して世界に立って一つだけのチームスピードに完全に新しいチームが出来上がります。はい、メキシコのドスサントスですね。スピード、フットワーク、タッチ、ドリブル、動き出しと、はい、非常にね、素早い選手ですね。一方でボディーコンタクト69と、体がぶつかるプレーは苦手と。はい、フェグリがいますね。まあ、トップ下、あるいは、サイドでの、ね、起点になるプレーですね。はい、ここで使ってね、よく起点にしていましたね。アメリカのサルバクの選手。モハメド・サラがいますね。はい、まあ、もう説明はね、不要でしょうね。エカドル・イスラ、ドイツのルフィみたいな人がいますね。韓国のセンターバック、ブラジルのミランダ、コロンビアのモヒカが入っています。コートジボワールのセンターバック、はい、ミランダと被ってますね。キーパー、ナイジェリアのエチオが入ってますね。で、控えがコートジボワールのサイドミッドフィルダー、ナイジェリアのサイドミッドフィルダー、セルヒオラマス、大迫勇也。なるほどね。そうか、ここ迷いますね。これもあるんですよね。はい、まあ、これね、タイプ違う2人なんで並列化するよりは分けておいた方がいいような気がするけど、どうですかね。これでもいいか。セルヒオ・ラモス、どうしますかこれ。イスラ、いやーでもなー、サイドミッドフィルダー、サラをねここで使っちゃう手もありますよね。で、この人を入れると、はい、で、この人も悪くないですけど、あとラモスも絶対的に入れないといけないんで、うーん、そうか、こうなりますか。いや、ちょっとこれね、あれですね、これだと不満ですね。いや、めちゃくちゃだな。これは、まあ、多分ね、相当前にやったことあると思うんですけど、センターミッドフィルダーゼロですね。一回これで見てみるか。ちょっと、あれですけどね。このね、サラ、大迫、フェグリが決定的な仕事をしてくれればいいんですけど、なかなかそうはいかない。ドイツ、やばいな。はい、まあ、ちょっと、前線も足りない。うわ、動き出しがないですね。はい、もう、ドリブルするしかないですね。いや、さすがに無理してんな、これ。はい、ラモスが行きます。そしてバグと。はい、ラモスが、クリアしちゃいました。ちょっとね、バグがありましたね。はい。いや、スカスカだな、やっぱり。危ない。ラモス。そうですね、ラモスがね、もうディフェンスを支えるしかないですね。ちょっと、もうフォーメーション変えたい。これ無理だ。はい、まあ、やっぱりね、センターミッドフィルダーっていうのが、このね、ゲームの命であることが分かりますね。さあ、頼む。リュディガーに勝ってくれ。あ、勝ちましたね。で、ファー狙いと、ズーレに弾かれる。ラモスの強烈なシュートはノイアーですね。やっぱりね、キーパーノイアーっていうのもね、大きいですね、本当に。ラモス、モヒカ、ザ・サントス、サラーのシュート。いやー、うまいですね。うまく横につなげましたね。ちょっと、サラーのところでね、あ、サントスのところで止めたかったと思いますね。はい、一回下げます。ルフィ、サントス、いや、リュディか。はい、イスラが行きます。ダブルですね。ミランダが当たりに行きます。はい、サラが奪います。キープして、当てて、落として、フェグリからサイドチェンジ。モヒカ、サントス、サントス、サントスシュート。いや、うまい。はい、綺麗にね、決まりましたね。まあ、今のね、流れるように、決めることができましたね。まあ、ドイツとしては、どっかでね、強くいって、止めるしかなかったと思いますけど。はい、クロス、ヘディングは打てないと。サントスシュート1点と。いいですね。流れは悪くないですね。さあ、前半は 3-0。後半ですね、問題は。やはりね、懸案だった、センターミッドフィルダーのフィルターラインですね。ここを解消して効果的になるか。あ、できないのか、でも。あ、そうか。
そもそもいないのか。そもそもセンターミッドフィルターをできる人員がいないですね、これ。いや、どうしようかな。できるだけ、いや、これにするとでも全然ダメなんですよね、本当に。わー、なるほどね。これしかないですね、じゃあ。で、ここは強度保ったまま。あるいは一人変えるか。一人変えますか。で、サイドは十分。センターバック、ツーセンターにして。その場合、外すのは誰ですかね。この人か。まあね、どうせあれなんで、たまには2センターバック試しますかね。はい、これで、最後のね、シュートブロックが2人になりましたね。基本的にね、2人じゃ多すぎると思うんですけど、で、サラを出して、まあ、これでもいいけど、さすがに、あ、待てよ。そうか、これ、フィルターラインが消えちゃうのか。悩ましいですね。まあ、やってみますか、これで。あるいはね、これで、で、ここ1人変えてね、これがあるんですけどね、これにするか、まあ、2センターたまにはやるか。ここが心配ですね、やっぱり。まあ、5人いるんでね、いいと思うんですけどね、ボール取れないんですよね、要は。で、ドスサントス、ワントップ。相変わらずモヒカが左で単独。さあ、どうなるか。ウェルナー。これで機能性増したら大したもんですけどね。はい、大迫から。大迫ね、非常に器用なんで。センターフォワードですけど、はい、ニコシュルツをサラーが振り切っちゃいましたね、今。ファーサイド、無理か。ズーレですね。やっぱりね、ズーレのサイドちょっとあんまり狙いたくない。もともと無理があるんでね。はい。危ない。いやー、ダメ。これはダメですね。これカウンター来ちゃう取られ方ですね。はい、ミランダが行きます。で、はい、さらにミランダ。ちょっとね、やっぱりこうなると、センターバックのプレッシングが一人遅れてるっていうね、印象になっちゃうんですよね。はい。なんとか奪って、大迫ボールキープ。はい、安定しますね。ロングフィードでサラーに当てます。フンメルスはかわせないと。いやー、無理か。無理ですね。はい。はい、センターバックが当たりに行く。はい、押し返しましたね。エクアドルのイスラが当たりに行く。クロス。はい、さらに押し返して、キミヒに対してイスラが当たり。これもね、プレッシングライン低いですね、明らかに。はい、これも後ろから当たりに行ってる印象になってますね。はい、さらに後ろから当たりに行くと。やっぱりね、ゼロバックに比べると、相当、フィルター、プレッシングラインが低い位置から当たりに行ってますね、これじゃ。よくないと思います。モハメド・サラー、クロスを振り切ります。で、これもう一人走ってるんで、ここ使いますね、さすがに。大迫クロス、ドスサントスはヘディング持ってないですね。はい。もう真ん中でね、クロスじゃなくて、中央突破、真ん中に荷重かけた形の方がね、ドスサントスの能力発揮されるんで、危ない。はい。ニャブリに対してラモスがキープ。やっぱりね、ちょっと、前半の方がむしろ良かったぐらいの内容になっちゃってますね、これじゃあ。うん、そうですね。はい。大迫から、いやー、ノイアーの飛び出しにやられると。ちょっと後半やられちゃいました。3-0。後半0点ですね。はい。何がダメだったかっていうとね、後半セルヒオ・ラモスが、中央から外れてね、韓国の選手と並列化したことによってね、プレッシングの、真ん中のね、過密性が消えちゃいましたね。これが、ボール取れなかった大きな要因ですね。まあ、あとフィルターラインもね消えていたんですけど、まあ、そこもでも、まあ、そこはあんまり関係ないか。ね、オフェンシブミッドフィルダー、ここでボールキープで長い間にされた時間帯ありましたね。あれ、イスラとかが当たりに行ってて、大迫とかはね、割とプレッシングから離れた位置にいたので、やっぱりセンターミッドフィルダー以下のラインですね。オフェンシブミッドフィルダーラインではなくて、センターミッドフィルダー以下のラインでプレッシングが効いていなかったということで、むしろね、まあ、2センターバックにして、保険はね、かかってるんですけど、その分ね、相手がバックパスで、繋いでいましたね。はい。むしろ隙を作ってね、攻め込ませて、ここのワンセンターでボールカットしてカウンターを狙ってね、まあ今までの戦術の方が、ボール奪取の可能性は高かったですね。2センターにすると、やっぱり、ボール回されてるなっていう印象がね、非常に強くなりましたね。で、やっぱり前半ね、支えていたセルヒオ・ラモスですね。この人が、ちょっと横にずれちゃったことによって、
ってね、はい、機能性も落ちちゃいましたね。まあ、前半やっぱりセンターミッドフィルダーのラインはね、ゼロで、ここは抜かれるんですけど、ディフェンシブミッドフィルダー3枚で、一応ね、トップ下、オフェンシブミッドフィルダーも3枚いるんで、フィルターラインね、2つ作ってることは作ってるんでね、ボールの取りどころはね、はっきりしてましたね。で、セルヒオ・ラモスが、ディフェンシブミッドフィルダー3枚の真ん中にいて、プレッシングをしっかりかけると。で、ボール出しまで行くというね、そういう意識がはっきりあって、ボールの取りどころがチーム全体で共有されてたんでね、しっかり取れましたけど、後半もうそれが、焦点が完全にね、ぼやけてしまって、人は足りてるけど、ボールは取れないっていうね、はい、そういうフォーメーションにしちゃいましたね、はい。だからちょっと失敗ですよね、やっぱり。はい、2センターバックね、まあこれ以上試すかどうか、もうね、一生試さなくても、まあ、でもまた試しますけど、やっぱりね、2センターバックダメですね。ちょっと見た感じだと。はい。機能が落ちちゃってますね。完全に。で、センターミッドフィルダー1枚足した割には、ボールもここでね、取れてない。イスラがやっぱり、プレッシングマンではないんでね。はい。そこでもボール取れないと。いうことですね。はい。ちょっと前半から後半にかけてね、後半で内容悪くしちゃうっていうね。感じでしたね。新しいこと試したんですけどね。はい。まあでも全体的に前半で3点取れたのは大きいですね。やっぱり攻撃的に組んだんで相当ね、ドイツに対しても脅威を与えたんじゃないかと思いますね。ドイツから3点取るってなかなか難しいことなんでね。はい。であとね、ドスサントスの生かし方、やっぱり、フライボール上げちゃうとね、もうフンメルスズルあたりだと絶対にね、競り勝つことはないんで、特にまあワンセンターフォワード、ワントップでね。行ってるんで、相手3枚いるんでね、強力な3人がね、フメルス、ズル、リュリガーと、で、ノイアの飛び出しもあるっていうことでね、はい、クロスは戦術に入れない方が良かったですね、足元で、まあ、あれは大迫入れて、大迫、たまにね、フメルスに競り勝ったりとかするんでね、大迫ヘディング非常に、もうレベルアップしてるんでね、はい、そこを狙った方が良かったかもしれませんね、今回ちょっと都合でね、大迫をトップしたオフェンシブミッドフィルダーに配置して使っていきました。大迫やっぱりどこやらせてもね、非常にうまく、機能しますね。まあ、センターフォワードがね、やっぱり最適なのは間違いないと思うんですけど、シャドーストライカーでもね、まあ、むしろポストプレイ見るとシャドーストライカー的な動きしてますからね。はい。今回はオフェンシブミッドフィルダーで、そのね、パス能力、ボールキープ能力と、で、戦術理解の高さも十分に発揮したという感じですね。はい。まあね、失敗ではありましたけど、内容的にはね、非常に濃い。試合だったと思います。というわけで、今回はサッカードイツ代表相手に3対0でした。また次回シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。